玄武道玄武道公園の洞窟玄武道は、兵庫県豊岡市赤井市の縁に山川東岸にある洞窟、絶壁。国の天然記念物に指定され、山陰海岸国立公園に含まれる。玄武道のほか、清流道、白虎道、南須作道、北須作道の洞窟が玄武道公園として整備されている。 約160万年前の噴火によって噴き出されたマグマが冷却され、玄武岩溶岩の厚い層が形成された。その後、河川による侵食により、玄武岩海が剥き出しとなった。玄武洞の玄武岩はマグマが冷却される際に体積が小さくなることでできる割れ目が顕著で、切り出しやすかったこともあり、これを人々が採掘し、その採掘跡が洞窟として残った。 つまり洞窟は天然のものではなく、行道、採掘跡地である。ここで切り出された玄武岩は、周辺地域で漬物石や石材として使われており、現在でも木の先温泉の大谷川五岩や豊岡の石積みなどで見ることができる。玄武岩の中上設理によって、洞窟内では、木工状の天井や五から八角の石柱が見られる。江戸時代後期の文化四年幕府の儒学者。 柴野立山がここを訪れ伝説上の動物玄武の姿に見えることから玄武道と名付けた。2007年、日本の地質百選に選定された。玄武岩の名称は、明治17年東京大学の地質学者、古富自分次郎が岩石の日本名を制定する際に玄武道の名にちなんで命名した。1929年、松山元則は、ここの玄武岩の持つ時期が、 現在の地磁気と反対の向きを指していることを発見した。彼はこの地の玄武岩ができた時の地磁気の向きが現在と反対の向きであったと判断し、かつて地球の磁場が反転したとする説を発表した。これはその後広く認められるようになり、現在では260万年前から78万年前までは現在と反対向きであったことが認められている。この時期を彼の名にちなんで、 松山木と呼んでいる。ありがとうございます。